久保さん、今回、ウグイスパの売り上げのうにしましょうか。まあ明日からね、また僕商品販売するんですけど、まあ売り上げ上げていかないとダメなんで僕は、ちょっとでも。うん。まあずっと売ってきてますね、いろいろ。うん。毎回セールスしてるんですけど。<laughs> まああの、お金稼ぐ方法は、まあか、まあ公式はすごくシンプルで、 まあ何かを売る、もしくはアクセスを稼いで、まあ、商品を売って稼ぐのか、アクセスをか、インターネット上だとアクセスを稼いで広告で稼ぐっていうこともできるので、アクセスがお金になるみたいなね。今日の朝ですね、あの、芸人で吉村さんっていう人がマクラーレン買ったんですね。で、そのマクラーレンのちょっと動画を見てたんですけど、そのマクラーレンの,その納車動画が200万回ぐらいいったらしいんですけど、 そのマクラーレンを買って動画の再生数を稼ぐみたいなねマクラーレンを買ってお金は出てるんだけど動画のネタになってアクセスは稼いで、まあ、お金になったりとかしてるっていうねなんか不思議ですよねお金は出てってるんだけどアクセスは稼げるでそこにテクノロジーですよねアクセスっていう概念インターネットっていう、まあ、YouTube なんですけどね、まあ、YouTube 以外にもいっぱいねプラットフォームあるんだけど まあそこでそのマネタイズができるっていうのはね、これは昔はなかったんだけどね、今はできるので、だからまあ、うまあ、ぐいスパンで再生数200万回、久保哲郎っていう人間がね、うぐいスパンをかっあの食ってるだけで200万回の再生数は、まあ無理だと思うんですけど、ただ、うぐいスパンから速火食は売れ,る売,れ売れたのかな商品が売れるっていうね。だからどっちかなんですよ。まあ、簡単に言うとね。 アクセスを稼いで、そこに広告が入るのか。まあ、それともアクセスは少ないけれども、商品売るのか。もしくはアクセスもあって広告でも稼ぎながら商品も売るのか。ね。ファングッズとかね。オリジナル T シャツできましたとかね。物販やんのか。うん。コラボなんちゃらできましたみたいなね。キーホルダーで、ヒカキンのキーホルダーできましたとかね。う。うん。だからやることはね、非常にシンプルなんですよね。 まあ僕なんかは、まあ一応僕、まあ久保さんもね、広告入れてると思いますけど、やっぱビビったるもんなんですよ。YouTube の広告で飯食えるかっていうと、久保さんも多分飯は食えないんですね。家族養っていけないですよね。うん。じゃあ何するのかっていう、まあそれアクセスを、まあ、商品、即価食っていう商品売るのか、FX のそのオリガルヒを売るのかっていうね、話ですよね。<laughs> まあもしくは、まあその YouTube 以外、 まあ、インターネット以外のところで稼ぐってことですね。その FX ってやつですね。でもその FX っていうもので稼いだとしても、またそれを発信すること、インターネットを使って発信することによって、アクセスを稼いで,で、そのアクセスから商品を売っていくっていうね。うん。だからまあ、やることはすげえシンプルなんですよね。だから僕、あの、久保さん、エイリアンパソコンが来まして、でかいですね。 てかすごいですよ。これ2021年にその新しくそのモデルができたんですよ。うん。で、モデルというかその新しいケースですね。で、これね、すごいね、やっぱね、エアフローというか、あの、その空気の流れっすよね。その、な、中にその、か、あの、熱があんま溜まんないようにっていうデザインもいいし、かっこいいし、これ良かったなっていう。そう、ゲーム、なんかあの、ね、あの、見えるし。 あの透明ででなんかあのライトとかも選べるんですよ色を何かおしゃれというかかっこいいというかまあ僕機械とか好きなのでそのあのパ人間で言うならね脳みそって見えないじゃないですかでもこのエイリアンパソコンを僕が買ったやつはそのケースがね透明なんですよアクリルのところがあって CPU 見れるんですよ このね、なんか男心を揺さぶるというか、機械が、その、頭脳が見えるっていうね。で、ファンも光ったりとかしてるんですけど。いいっすね。まあ、ちょ、ちょっとでかいっすけど。<laughs> でかいっすけど、うん。多分、今まで使ってたデスクトップのパソコンの1.8倍ぐらいあるかな。重さが1 5キロとかだったかな。結構でかいんですよ。<laughs> でかいけど、なんか今までのパソコンと、 比じゃないですね、多分。なんか、パワーっていうか。まあ、CPU も、今回 CPU マックスにしたんで、あの、16コアっていう CPU ですね。I、インテル i9 の16コアの一番マックスのカスタマイズし入れたんですけど。うん。あとね、全然その、微動だにしてないですね。あの、なんか、うわーんみたいな、うならないですね。 うんまあ、あとね、空冷も、なんだ、あれなんですよね。ファン、ファンとその空冷が水、水冷か。水冷で増やす,冷やすみたいなやつなんで。結構これ、まあい、でかいですけど、でかいけど買ってよかったなっていうのは思いますね。まだ、あの、なんだ、買って1日ですけど、<laughs> まあ、サクサクな感じですね。ただ、まあ、このメモリー増設しようと思ってるんで、メモリーもっと、 メモリーがね、あの少ないんですよ。16GB なんですね。だこれは 64GB ぐらいには最低したいので、128GB はいらないと思うんですよね。うん、まあ、この Mac のパソコンも 64GB なんで、まあ、それにはし,しようかなと思うんですけど。うん。いや、やっぱね、いいっすね。あの、最新のものっていうのは <laughs>。 やっぱテクノロジーを感じまして、ね、その5年前、まあ今回デスクトップのパソコン壊れたんですけど、5年前のね、パソコンに比べるとやっぱ、まあこれが多分 CPU では一番最高クラスの、今現行で出てる多分 CPU の最高クラスの方の CPU だと思うので、やっぱね、なんか、すごいですね。うん。なんかその5年前のパソコンと、5年前に積んでたのは i7 っていう i7 なんですよ。まあ5年前も i9 あったのかな。 5、6年前のやつなんですけど、今のこの i9 の16コアっていうね、処理できるコア数16コアみたいな、そんないるのかなみたいなね <laughs> うん。すごいですよね。昔あの、インテルでそのデュアルコアみたいなね、コアが2つできましたって言ったとすごいなって思ってたんですけど、今そのコア数が16個になってるっていうね、いつの間にか <laughs>。すごいですよね。人間は左脳と右脳のね、デュアル、もうこれ以上ないじゃないですか。 パソコンは16個あるみたいですね <laughs>、うん。すごいですよ。パソコンはどんどん進化してるわけですから、まあ僕たちもね、あのしっかり勉強しないと。あまあ、考え方っていうのはね、大事だと思います。まあ人間にはその右脳左脳っていう、まあ、コアみたいなのありますけども、でもその中にもいっぱいコアみたいなの作れるので、結局ね、 パソコン開発したのは人間なんで。まあ今はパソコンが、ロボットがロボットを作るみたいな時代には入ってきた部分あるんですけど、もともと何もない状態からパソコンを作ってるんで、無から、ね、武士道の時パソコンなんかないですよね。スマホとかもないし。だから人間ってすごいなと思います。これを作れるっていうね。だから人間って不可能ないなっていう。だって江戸時代ってこんなパソコンの概念とか、 スマホの概念とか全くないわけじゃないですか。全くないというか、まあ、作れないですよね。ただから、プラスチック製品とか、モさん、CPU なんか、江戸時代作れないじゃないですか。<laughs> 全く絶対作れないものを、絶対江戸時代作れない、江戸時代、まあ、その侍時代ですよね。武士道の時代に、ね、刀でエイヤーやってた時代に、この CPU なんか作れないのに、絶対、これ100%作れないと思うんですけど、 100%作れないものは今作れてるっていうね。これすごくないですかこれ人間っうのは <laughs>。やっぱその、僕機械というかこういうのは好き、メカとかそういうのが好きな理由ってなんかすごいなって感じますよね。うん、人間ですごいなっていう。うん、こういうのが作れちゃうわけですからね。うん。別にパソコンあなたが作んなくても使えるので僕たちはそのパソコンをね。 それいっぱい作使ってった方がいいんじゃないですかもったいないですよ、うん、今そういう環境にあるわけですから、うん、パソコンの性能はどんどん上がってるんだけどあなたの思考の性能は上がってますかいってらっしゃい